桜木町駅前広場として使用されている東、横浜駅跡地。写真上部は桜木町駅。東横浜駅は、かつて神奈川県横浜市西区桜木町一丁目にあった日本国有鉄道東海道本線貨物支線の貨物駅である。桜木町駅の東側に隣接した地上駅であった。桜木町駅のうち、 貨物扱いを行う部分を独立させた駅で日本で最初の鉄道として新橋横浜間が開通した際の横浜駅に相当する。横浜港における貨物取扱いの拠点の一つだった。開業から廃止されるまで旅客営業は行っていなかったが稀に臨時列車が発着することがあった。駅跡地は桜木町駅前広場 桜木町駅前交通広場として使用されている。また当駅と横浜港新振興不に存在した横浜港駅までを結んだ路線は現在、汽車道として歩道化されている。東横浜駅の位置には新橋横浜間開通の際の横浜駅が設置されていた。また構内には横浜機関庫も設置されていた。この横浜駅は スイッチバック形式であったことから、東海道本線の列車の運行上を不都合であり、通過式配線の駅を設置できる位置に移転して2代目の横浜駅が1915年8月15日に開設された。これに合わせて初代横浜駅は桜木町駅に改称された。さらにその後桜木町駅への京浜線電車の運転準備が進み、 12月30日に仮設線路で運転が開始された。この際に旧来の貨物扱いの設備を分離して東横浜駅として独立開設された。これ以前に桜木町駅貨物設備から北日本線に沿って貨物線が伸ばされ高島町に高島に扱い所が開設されていたが東横浜駅の設置と同日に高島に扱い所も正式に 高島駅となり、また高島東、横浜間の線路が複線化された。この時点で、横浜港新港府等の横浜港に扱い所への貨物船もすでに使用開始されており、1920年7月23日に横浜港駅となった。一方、東横浜駅構内に所在していた横浜機関庫は、1915年12月に高島駅構内へ移転し、 高島機関庫となった。その後、都市への人口集中の進展に伴って取り扱う貨物量が激増してきた。そこに1923年9月1日、関東大震災が発生し、東横浜駅も甚大な被害を受けた。その復興にあたっては、横浜周辺の貨物船の再整備が行われ、1929年に新鶴見創車場が開業して、 林光専門も新鶴見操車場を核とする形態に移行した。東横浜駅は第二次世界大戦での被害は少なく終戦を迎えた。大戦後は連合軍が進駐し東日本を占領した第八軍の司令部が管内に置かれたことから司令部に近くかつ貨物駅で一般日本人旅客と接触することのない東横浜駅は 連合軍専用列車の運転によく使用された。札幌と結ぶ専用列車、ヤンキー・リミテッドが一時期発着したほか、第8軍司令官専用列車、オクタゴニアンの発着も行われていた。また、米軍は冷凍船で横浜港へ大量の食料品を持ち込み、これを冷蔵車に積んで全国の米軍基地に配送しており、東横浜駅が その冷蔵車廃車の拠点となっていた。横浜市内の製氷業者が氷を東横浜駅に持ち込み、冷蔵車に積み込んだ上で、横浜港駅の埠頭へ改装して、そこで食料品を積んで全国へ発送していた。1962年1月30日、高島と東横浜の間の線路が単線化された。これは高島から桜木町に繋ぐ。 貨物線を建設して、ネギ市へ貨物列車を乗り入れる準備のためであった。その後はトラックに侵食されて、鉄道の貨物輸送は衰退するようになっていった。これを受けて1979年10月1日に東横浜駅は廃止され、東横浜信号場がその位置に開設された。さらに1981年1月29日に、 東横浜信号場と横浜港の間が単線化され、翌1月30日に東横浜信号場も廃止となった。桜木町への電車の高架線と大岡川に挟まれた、東西約200メートル、南北350メートルほどの敷地に設置されていた。横浜桜木郵便局の裏手にあたり、弁天橋の田元付近に港内への入り口があった。 1959年時点では5本の貨物ホームがあり、第1ホームが約100メートル、第2ホームが約200メートル、第3ホームが約160メートル、第4ホームが約180メートル、第5ホームが約135メートルであった。これらのプラットホームは片側に線路があり、もう片側は通路となっていた。この通路は石畳になっていたという。 この他に続線があり、また駅の北東側で横浜港駅へ通じる線路が伸びていた。ありがとうございます。